61歳の誕生日にあたり文書で寄せた感想の中で皇后さまは元日の能登半島地震について深く心の痛む年の始まりとなりましたと振り返る中で多くの人々がこのような大きな試練に直面していることに心が締め付けられる思いがいたしましたと綴り犠牲者を痛み被災者を気遣われました。さらにに自然災害の多発に 気候変動などの地球規模の環境問題には年々切迫感が増しているように感じられ、私たちが力を合わせながら真剣に取り組んでいかなければならない問題の一つであると感じますと危機感を示されました。一方、パリオリンピック・パラリンピックの選手団やメジャーリーグの大谷翔平選手らについて、こうした若い人たちが 日々の努力の積み重ねにより新たな世界を切り開いていく姿は、多くの日本の人たちに明るい希望と勇気を与えてくれたと喜ばれました。また、印象に残った出来事に日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞を挙げ、来年戦後80年を迎える中、 被爆された方々の痛みや苦しみ、そして長年にわたって活動を続けてこられた方々のご苦労に思いを馳せ、平和な世界を築く大切さを記されました。日本赤重舎で働きながら公務も行う長女の愛子さまについては、仕事についてもやりがいを感じながら励んでいる様子を嬉しく思っていますと親心をのぞかされました。